実はですね、昨日はちょっとなんか球場に行ってらっしゃいましたか。いや、行ってないのし。あれ、なんか新聞になんか、どういうことだし。あれは違う方でしたか。違う方ってなんだし。やめろらし。あ、そうだったんですか。そうだったって。いやいや、ちゃんとあれだ、あれだ、はい、野々村誠さんだ。あ、そういうふなしーさんに似た方もいらっしゃったんですね。そうしない、なんか野々村誠さんを東京市追いかけ回したら夢を見たなし。最近あのそういう意味じゃこう似てらっしゃる方も大勢いらっしゃるので、ふなしーさんは自分だってい う, こうなんか証明になるものとか見分け方っていうのはどこを見ればいいんでしょうかね。あ、やっぱりなんていうか、こういう体のキレ、プリン、このキレをね、そうそう真似できるやつはいないと思うしな、はい、なるほど、そこを見分ければいい。そのしな、あとやっぱこの美声、美声、そのし、なしのままでーす、姿見せるのよ。あー、落ちる。あ、むらさるし。今見えてました、下落ちそうだったの。あ、なんとなく間合い読んだなし。あ、今のは、映画に合わせて歌ってみたって、ね、あ、そうしたら梨のままでってくるらしい。パクっちゃダメなしよ。なるほど、ダメなし。あ、じゃ あ, あのそういう方々がこう出現に似てらっしゃる方がいるってことについては一言ちょっとじゃあ教えていただけますか。どういうふうにこうご感想をお持ちなのか。ああ、なんかあの警察の500円なのってアウトなしな。そうですね。あの、それ地域の人の迷惑とか、はい、警察の500円なのは NG だと思う、はい、これあのふなっしーの真似する真似しない以前の問題だと思うなしな、うん、だその節度を守るってことなしな、うん、いいこと言った、このなし、いいこと言った。ありがとう、みんな知ってるなしー。ほら、あの公の場に出て人を騒がすようなことして警察の500円なのアウトと思うなし、家の中は OK だし、家の中でこっそりやるの知らないんだしな。もうふなっしーの目につかなきゃ別にいいと思うなし。節度を持って怒らなければいい。それはあの別にあの家の中でこっそりやる分には別に構わないと思うなしよ。なるほど、それはいわゆるコスプレってやつなしな。あ、それはコスプレで OK。 そんなしな、わかりました。だからイベント会場とか行っちゃうと警備の問題とかあるなし。あ、なんだし。あるなしよな。リアルな話ですね、リアルな話。そうそうそうだし、はい、だからそういった問題は起こしちゃダメだと思うなし。じゃあ友達とかの集まりぐらいでうちうちでやる分ぐらいまではいいかなみたいな。まあシークレットでね。あ、わかりました、わかり、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。